はい、皆さんこんにちは、ゆうです。今回は一番くじラブライブキュンキュンセンセーションでゲットした L 賞ハートマグ、こちらを開封していきたいと思います。今回僕は L 賞ハートマグ3つゲットいたしました。こちらは全9種となっております。もちろん全9種、内訳はミューズメンバー9人ですねのプリントがされております。衣装は夢の扉ですね。夢の扉の衣装のメンバーです。でもちろんこれもラバスト同様ランダムですので、狙うのはニコちゃん、マキちゃん、リンちゃん、もちろんこの3人でございます。さあ、そしてハートマグ、初めての商品ですね。どんな商品なんでしょうか。では早速1個目開封していきましょう。お、意外と簡単に開きますね。そしてお、まだ中身は見えないです。でもう一個開けると、お、まだ仕切りがありますね。三重構造、1、2、3回開けてやっと商品が見えます。おー、まだ上からだと何かはわからないですね。では取り出しちゃいましょう。1個目、せーの、お、ほのかじゃない、あ、小鳥だ。髪の毛の色で今一瞬ほのかと間違えちゃいました。小鳥ちゃんですね。なんか小鳥ちゃんらしくないというか、髪の色がグレーではないんですね。グレーというか本来の小鳥ちゃんの髪の毛の色ではありません。ちょっと寄ってみましょう。はい、こんな感じでね、結構大きくキャラクタープリントされてますね。でもう片方には小鳥と入ってます。反対側には何もなし。下は、あ、下は書いてありますね。ラブライブと書いてあります。もちろん中は真っ白。おー、結構いいですね。もちろん陶器なので落としたら割れます。では、2個目いきましょう。せーの、お、来たー、マキちゃん。おー、かわいいですね。しかも結構これプリントが綺麗なんですよ。ゴールドの部分とか。いい、いい。寄りましょう。はい、グッド。マキちゃん、こんな感じになってます。なんかもうちょっとぼやっとしたプリントなのかなと思ってたんですけど、結構しっかりと発色のいいプリントがされてます。いいですね。で、こっち反対側にはマキと、あとマキちゃんのシルエットが入ってます。共通ですね。裏側真っ白、下にはラブライブ。中も真っ白。おー、いいですね。小鳥、マキと、来ました。ニコちゃん、ニコちゃん、お願いします。さあ、では三つ目、ラスト。いきましょう。せーの。あー、かぶったー。うそー。かぶりました。そんなに同じ場所から撮った記憶はないんですが、実はですね、このハートマグもラバスト同様自分で撮れたんですよ。近い場所から撮った気はなかったんですが、二つ目のマキちゃんと被ってしまいました。これは残念。はい、ということで一番くじラブライブキュンキュンセンセーション L 賞ハートマグ全9種ですね、3つ開封しました。結果はマキちゃん2つの小鳥1つということで被りましたね。ほんとこの1個目の小鳥ちゃんの髪の毛の色とかが気になるんですけど、まあそこら辺はいいでしょう。かわいい。ただ全9種あるのに被ったのは本当残念ですね。ということで今回は動画ここまでになります。今回はマキちゃんに貼りましょう。マキちゃんにアノテーションを貼ります。 PC の方はこちらマキちゃんをクリックお願いいたします。スマホタブレットの方は説明欄または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いいたします。一番くじ次はいつですかね。とりあえず定価がこのまま680円なのかが一番気になるんですが、またね楽しいショーを期待しています。それでは次の動画でまたお会いしましょう。